はい、こんにちは、小楠健二です。はい、今日もですね、ライジン24のですね、試合の解説をしていきます。今日はですね、金太郎選手とですね、滝沢健太選手のですね、はい、試合の解説をしていきます。はい、この試合もですね、まあ素晴らしい試合でしたね。はい、お互いの本当に気迫がぶつかり合ってね、あんまりこう手数がない時でも非常に緊迫感があるですね、試合だったと思うんですね。はい、でこの試合はですね、分かりやすいのはですね、本当にリーチ差が格闘技というかスポーツにおいてですね、どんだけ重要かっていうことをですね、まあお伝えするね、すごくいい試合だったんじゃないかなと思うんですね。で今ね、もうどの競技でもそうなんですけど、結局もうリーチが長い選手しかもういない。はい、アマチュアレスリングっていう、もうこの組み合う間合いが非常に短いね、もうてかもうくっついてる、はい、競技であってももう背が高くて手足が長くてひょろっとした人しかですね、生き残ってないんですね。はい、昔だとですね、やっぱりそうやって組み合わせの選手ってなんかこうずんぐりむっくりしててですね、なんかもう体がもうなんか冷蔵庫みたいなね、体の人がすごく強いようなイメージがいるんですけど、もうそんな人どこにもいない。はい、だから UFC とか見てもらって、今思い浮かべてもらってもいいと思うんですけど、やっぱりその冷蔵庫みたいな体の人って初期の頃はいたけど、今は全く思い浮かばないと思うんですよ。はい、これどういうことかっていうと、まあ、すごく簡単なことでね、まあ、テコの原理ってあるじゃないですか。まあ、例えばこれがハンマーだとする、コンコンコンとかハンマー打ちますよね。この長さがあと30センチ長いのと今の状態だとですね、どっちかがパワー出るかと思うんですよ。はい、同じ力を加えたとしてもね、5キロの力ですって言ってもですね、これが倍になったらですね、まあ単純に言ったらですね、この長さが、テコをかけてる棒の長さが倍になったらですね、5キロで出したパワーが、まあ、倍になって10キロになるってことなんですね。だからこのそう、ごっつい体の人とひょろっとした人と出てきてですね、組んだらね、いや組んだらこのごつい方が強いだろう、すごい力だろうって思うじゃないですか。でも意外とそうでもない。はい、で結局スポーツってのは全部そうなんだけど、地面で蹴った力、地面で蹴った力を末端に伝えるっていうのがほとんどのスポーツ。地面で蹴った力を末端に伝える、地面で蹴った力を末端に伝えるっていうのがですね、スポーツなんですね。だからその組んだ時もそうだけど、結局地面で蹴った力をですね、こう伝えてこう前に出てくるわけですよ。はい、こうレスリングにしても相撲にしてもね、はい、だからそれが長い方がいいに決まってるわけですよ。長い方がトルクが、パワーが出る、まあ、テコの原理ですね、っていうことですね。で結局金太郎選手と滝沢健二選手と分かりやすいのは、そのリーチさっていうか背の高さとかも含めてね、全然違う。あれ一番分かりやすいのは朝倉海選手がそうですよね。背が高いですよね。はい、でだからそれと同じぐらいか、もっと背の高かったマネル・ケープに負けてるっていうのも、まあ面白いところですよね。はい、だからそうなると堀口恭司選手と朝倉海選手またやってどうなんだっていうのもですね、このリーチ差っていうところ、身長っていうところ、そのテコの原理ですねっていうところをね、また考えると面白いんじゃないかなと思うんです。で、まあ繰り返しになるけど、アマチュアレス、だからボクシングなんかもそう。で、昔はファイターってこういう人がいたんですね。はい。で、このもうボクシングの世界で行くと、ファイターって見たことありますかって。もう絶滅危惧種じゃなくて、もう絶滅しましたね。はっきり言っちゃうとね、いない。だからもうボクサーファイターしかいないですよね。ああいうフロイド・メイウェザー・ジュニアなんか一番分かりやすいですけどね、背が高くてリーチが長い、はい、まあ、それでパワーがないかといったら、そのテコの原理でですね、パワーが出ちゃうんですね。はい、で金太郎選手と滝沢選手の話、試合の話に戻るんですけど、一番最初金太郎選手の結構打撃がね、バーンバーンって当たったと思うんですよ。はい、でその後なんかあんまり当たんなくなってきたっていう、これもね、でどういうことかっていうと、結局金太郎選手の方が リーチが短いから、攻撃のパターンとして先に当てるしかないんですよ。カウンターとか言っても難しいし、リーチが短いからね、まあ、簡単に言っちゃうと、滝沢選手は離れたとこから打っても当たるんです、こっからでも当たるんです。
でも金太郎選手は当たるとこまで行かないといけない、当たるとこまで歩いていかないと当たんないから、だから結局その武道でいうとね、線の線って言うんですけど、攻撃パターンが線の線しか狙えないんですよね、はい、でそうなるとね、線の線ってね、そんなに当たるもんじゃないんですよ、実力差がないと、はい、実力が同じぐらいか相手が強かったら、相手が強かったらもうほぼ当たんない、線の線はね、はい、でまあ最初ガーンって始まって、線の線でバーンとかね、バーンって、まあ、最初は当たったって感じでしょうね。でそうなると線の線だけしかあの攻撃パターンがないっていうことになるわけですよ。で滝沢選手は言ったらリーチが長いから、線の線先に当てるっていう選択肢もあれば、来たやつに当てるっていうね、5の線っていうんですけど、後の5の線っていうんですけど、まあそう、その両方の攻撃パターンが選べるんですね。金太郎選手はくどいけど線の線しかないから、だんだん自利品になってくるんですよ、攻め手がなくなるって感じですね、はい、選択肢がもともと持ってる選択肢が少ないから、だからちょっと厳しくなってくるんですね、はい、でまあそのリーチっていうのをね、格闘技におけるリーチっていうのをですね、よくね、知ってほしいなと思うんですね。でこの滝沢、あとねやっぱりね、金太郎選手がね攻めれない、ガンガン攻めれない理由っていうのはね、滝沢選手のカウンター、まあ、特に膝蹴りっていうのがもう脳にインプットされてると思うんですよ、はい、で滝沢選手のノーモーションで、ノーモーションでくるカウンターゴーンね、もう飛んでゴーン、ノーモーションでくるやつ、あれを持ってると思うと、やっぱりこう簡単に出れないですよね、ゴーンいたしてくれ、ゴーンって下から来るかもしれないからね、はい、で他の動画でも言ったんだけど、結局ね、攻め、どのスポーツもそうだけど、攻め出るときは危ないんですよ、はい、カーン始まりました、こうやってやれてますよ、そんなやられない、だって来るって分かってんだから、はい、で こうしてんだから別にそんなやられないんだけど、だからこう攻めてるとき、まだこういういいフォームで打ててればいいけど、やっぱこう、だって これもう守りしてないじゃないですか、何も、はい、ね、はい、だから例えば蹴りとかなんかは本当に、蹴りってね、昔はだから総合格闘技だとあんまり蹴らなかったよね、そう、蹴る人もいなかった、なんでかっていうと、蹴りってよく考えるとね、こんな危ないもんないわけですよ、だって自らこの不利な体勢になってる、自らこの足上げて不利な体勢になるってどういうことなんだっていう感じなんですよね、はい、そうだから、あのグラップラーバキっていう漫画の中で宮本武蔵出てきてね、バキがこう蹴り使ったらね、あ、自ら不利な体勢になるって不思議なことするねっていう言い方したんですね、あ、なるほど、そう言われるとそうだなってね、はい、思いましたけどね、まあ、滝沢選手、そうするとね、結局ね、金太郎選手っていうのはリーチが短いからね、滝沢選手と比べるとね、だから結局こう前傾で前に出てくしかないわけですよ、で体アップライトとクラウチングって言うんですけど、まあ、この低いのはクラウチングって言って、あの高く構えるのをアップライトって言うんですけど、でアップライトだともうなんだろう、要は自分より圧倒的にリーチ差がある選手にですね、立って構えたってのは当たりっこないじゃないですか、だから前傾、ね、前傾になって少しでも近くなってプレッシャーかけて前傾ですよ、だってこうじゃなくてこう、この状態でゴンゴン出てくるわけですよ、はい、出てくる、でだけどくどいけど、金太郎選手は線の線しか攻めれるパターンがないわけですよ、そうするとね、まあ、結構楽っちゃ楽なんですよ、背の高い方からするとね、だって背の低い人が前傾構えて、だってこの人来るの、来るの待ってないんだから楽ですよねだってすごいけど、プレッシャーすごいけどね、大体でも攻めのパターンも分かってるから、いくつかしかできないからね、だから別にリーチの長い方は立って構えてるんですよ、ゆったりゆったりゆったり構えてて、来て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 ドーンなんですよ、来てドーン、そうこっちは、ま、構えてドーン、だから僕ね、ちょっと滝沢選手分かんなかったけど、なんであんな低い構えが低いんだろうね、こうじゃってね、こうあんだけプレッシャー強い対戦相手に
なんて下げて構えてるんですよ。これぐらい、これぐらいに構えてる。これ何なんだろうって思ったけど、まあ一つはそのタックルを警戒してるのかもしれないね。はい。のとあとはまあまあまあ待ってれいっていうか、はい、たまにプレッシャードン、お来い来いよっていうこういう感じで出す。来るの待って当てればいい。来るの待って当てればいいっていう多分戦術だったんでしょうね。まあそれしかも当たってますね。うん。それで要は試合の展開もう一回見てほしいんですけど、あの試合の展開でいくと最初はそう、あの金太郎選手がクラウチングで構えて線の線でドーンドーンとかローキックドーンとかって当たってたけど、まあ、だんだんね要は攻めてなくなって自利品になってくるわけですよ。滝沢選手カウンター持ってるしね。っていう中で、まあ、滝沢選手がそこからこう出してきた攻撃っていうのはこの前蹴りとか、前蹴りとかでミドルキックでドーンとか出すわけですよ。でこれやられるとこうやって構えてる人はですね、前蹴りとかされるとか、それ防御するためにですね、この体勢だと防御できないわけですよ。こうやって低く構えたままで、ね、前蹴りとかね、そうすると起きて払う、起きてこうね、まあ、こっちだったらいいけど、こっちだったらね、この状態だとしづらいんですね。だから起きてブロックする、起きてブロックするっていう風になると、やっぱりあの金太郎選手はこう体勢を起こされちゃう。で体勢を起こされるとリーチが低い金太郎選手は不利なんですよ。うん、分かると思うんですけど、こうやってクラウチングでどん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 プレッシャーかけてね、どん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 行きたいんだけどだんだん体を起こされちゃうっていう状況にされていってね。あとやっぱだから金太郎選手の、ね、攻めきれなかったと思うんですね。でやっぱり滝沢選手が一番狙ってたのは右の膝だと思う。これを当てたかったと思う、はあ、で金太郎選手もやっぱそれすごい警戒してるから攻めきれず、滝沢選手もこう当てたいけどなんか出てこないから、まあ、前蹴り出したりとかミドルバーン、右の前蹴り、右のミドルねバーン出してきて、で最後にはもう先に当てきいってましたね、はあ、で最後の方もね思いっきり当たってたと思うんですね。一発のあの3ラウンドね、はい、っていう風にですね、まあ、もう一つはね、金太郎選手はね、あの打撃が KO 率もすごいから、やっぱ打撃がすごく、まあ、派手だしね、みんな見てるところだと思うんですけど、あの組み技もすごく強い選手だと思うんですね、はい、だからうちの選手、まあ、僕 KO シュートジムってね、こうかい、あの KO シュートジムっていうのをやってるんですけど、まあ、うちの選手加藤健二ね、もう金太郎選手とライジンでやったんですけど、まあうちの選手も打撃の選手なんだけど、加藤もですね、そう組タックルで倒されて下になって、最後普通にバック取られてチョークで、まあ組み技でやられてますからね、はい、っていう風にですね、あの組み技が非常に得意っていうか得だと思うんですよ、金太郎選手はね、はい、まあ、そういうのもあって結構タックル強いからね、うん、まあ、タックルもね、あの滝沢選手はね警戒してたんじゃないかなと思うんですね、はい、で、だから最後ずっと組み技で最後3分間ぐらいかな時間費やして終わっちゃったんだけど、まあ、あそこでね思うのはね、金太郎選手は要は滝沢選手はもう立とう離れようとしてるわけだから、金太郎選手もそれに付き合ってね、離れてね、もう一回打撃で勝負だっていうことを選ばなかったってことなんですよ、金太郎選手はね、あの段階でね、多分ねその理由は聞いちゃってたんじゃないかなと思う。だからまあ簡単に言っちゃうと、まあ、だってあの時判定でもこれギリギリやなってね、だからここで明確になんかねポイントっていうかね、はい、あの印象を付けたいと思ってるわけですよ、お互いにね。だけど金太郎選手はあそこで組み技で時間を費やしたっていうのは、やっぱりちょっと滝沢健太選手相手にもう3分間打撃をやってもね、アドバンテージを取れないだろうというふうに判断した何かの理由がある、何かというのは今まで言ってきた理由もそうだし、まあ聞いちゃってたというのもあるんじゃないかなと思うんですね、はい。
というでもねすごいお互いにもう絶対に負けられないというかね気迫が見えたすごいいい試合だったと思います。はい、いやこれはね金太郎選手だけで選手本当にいい試合だった、はい、と思います。はい、と僕は思います。ということでですね、あの他の試合、小原選手、矢地選手とかですね、朝倉選手と庄司選手の解説もしてますので、ぜひ見ていただけたらと思います。あとは那須川選手の解説もしますので、ね、そちらも見てください。あとはあのこれね、なんで撮ってるかというとね、これをね英語で伝えたいなと思ってね、この最初にちょっと日本語の動画を作ろうと思ってですね、日本語で撮ってるんですね。で、まあ、これを自分で喋ったやつを自分で英語に通訳してね、で、あの英語で発信したいなと思ってですね、やっています。ということでですね、今回もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、ではまたお会いしましょう。